さあ本日も始まりました声優と夜遊び2021木曜日 MC の江口拓也です。そしてバーディーの梅原一郎です。バーディー今日もやってきたね。なあ江口お前最近どうだ。すいません、元気でやってますね。夏はどう過ごしてんだ。夏ですか。教えろよ。すいません、夏はですね、でも暑いの苦手なんで僕、なるべくクーラーが効いてる場所で過ごしてますね。それよくないな。気合が足りないな。気合、梅原さんは暑いの大丈夫なんですか。暑いのはね、好きなんだよお好きなんですね。好きなんだよ。あ、本当ですか。今ぐらい、夏真っ只中みたいな感じでも割と大丈夫なの。全然大丈夫。もっといけるね。もっといける、サウナとかお好きですか。サウナは好きじゃない。むずくないサウナは好きじゃない。むずくない。サウナは好きじゃないんだ。サウナはダメだけど、夏の暑さは好き。夏はね、やっぱ開放的になるから。やっぱり梅原さんは開放的になられる。そう。そんな姿見たことないけど、今までどんな感じで開放的に、夏休みにこうやって開放的に過ごしたよとか。そうね、それはちょっとここでは言えない。言えない。全てさらけ出したことある。全てさらけ出したことがある。それ開放感と、なんかやっぱ夏のせいなんですかね。夏のせい、夏の暑さにやられた感じは。やられてますね。やられてますね。それはね。さあということでね、我々やってるんですけれども、ちょっとさ、おかしいって。まずもってちょっと一旦ちょっと座って。スイッター俺どうしたんですか。我々の番組にようこそ。木曜日って基本的にあんまダミヘ使わないんですよ。あと結構様になってんだよ。危ないんだよ。危ないって任せてた。危ないってどういうこと。サウナボーイのね、彼に向かって、サウナ好きじゃないんだよ。よう言え。あとちょっと待って。暗くない。だんだん明るくなってきた。これがいつもの。そうよ、そうですね、明かり。映んないからじゃないと。いや、さっきの様子見せたら、あのまま二人で進行してほしいって声が聞こえてもおかしくないから本当に我々の存在意義が困っちゃうんだよね。いや、ほんと危ない。そうなってますもんね。ほんとだ。変わった。変わっちゃった。危ねえ。本当は俺たちのこと嫌なのか、ここ。勘弁してくれよ。